どうもチャックバスです。今私は、ニュージーランドオークランド空港に来ております。でね、今回今昼の12時半ぐらいで、今回乗り継ぎできてるんですけども、こちらで、ね、ダイヤモンド修行またこちらから、シンガポールの方に、シンガポール航空のビジネスクラスで行きます。で乗り継ぎがね結構長くて10時間ぐらいあるんで、ひとまずね。ラウンジ等々にいてゆっくりしながらパソコン作業を、ね、して、過ごしたいなと思っております。それでは行きます。それではね搭乗ゲートの方にね向かいたいと思います。それでは行きます。それではね、ゲートの前に着きました。もうしばらくしたら、搭乗開始となると思うので、しばらく待ちたいと思います。それではね、搭乗が始まりましたので、搭乗していきたいと思います。それではね、無事搭乗することができました。今回はボーイング787-9ということで、この形のね、座席は私初めてなんで、ちょっと楽しみですね。それでは飛行機が動くまでもうしばらく待ちたいと思います。ではね、こちらにモニターがあって結構近い位置にあります。結構近い、これもしかしたら引き出るのかもしれないですね。であとリモコンがこんな感じであって、あとはここにテーブルとライトがあります。ひとまずこんなもんですかね。あとここにイヤホンチャックがあって、でここに電源があります。で反対側にはこんな感じで
テーブル、ちょっとテーブルがどこから現れるのかちょっとわかんないけど、テーブルと、こちらリクライニングのね、ボタンがありますね。テーブルとリクライニング。っていう感じですね。足元はですね、ちょっとカバン、ちょっとカバンがあって申し訳ないんですけども、足元はこんな感じで、一応ね、荷物がここに入れれるようにはなってるんですけども、そんなにね、奥行きはないんで、これも後でね、上に移動しちゃおうかなと思ってます。ちょっとね、これがあると、だいぶ邪魔な感じとなっております。まあ、設備はこんなもんですかね。座席にはね、こういう感じでアメニティがあります。で、これもね、タキシエアラインで見たやつと一緒ですね。こうやって日本では靴下とかがね、止まってるようなプラスチックのやつが通ってて、これが、Thank you、通ってて、開いてるかどうかね、分かる感じになってますね。まあ、これは開いてないっていう印になってます。これも後でね、ぜひ中身見ていきたいと思います。ではね、登場して間もなく、ウェルカムドリンクいただきましょう。アップルソーダっていうのがあったんで、ちょっとそれを注文してみました。ちょっとこのタイプの座席もフェイスクラスで、先ほども言ったんですけど、初めてなんでちょっと楽しいですね。こんなビジネスクラスもあるんですね。一応ね、フルフラットには多分なると思うので、それも楽しみにしていきたいと思います。約ね、10時間ぐらいのフライトだと思います。ワクワクしてます。それではね、お手洗いに来ております。まあこんな感じで特にアメニティはありませんね、はい、でお手洗いとあとベビーの買えるおむつ台があります。まあこじんまりとした本当に普通のトイレとなっております。
Check your in-flight entertainment screen. And remember, all cellular functions must remain off at all times. Ensure handheld devices are secured in your hand, in your clothing or seat pocket. Stow larger items in the overhead locker or in a bag underneath the seat in front. Rick, what? Shall I do it in a second? If you lose your device in the seat, please call your flight attendant for help. For more information, have a look at the safety card in the seat pocket in front of you. Or ask your Arrow Black's flight attendant. When do you think they'll do the next All Black safety put here? 4 more years, probably. Thanks for flying Air All Blacks. Kia kaha, go the All Blacks. ですね。
すごい大きいのが入ってます。あとエアニュージーランドのボールペンと歯ブラシです。それで中身は空ですね。結構いろいろ入ってますね。こういうポーチでもらえるのはいいですね。こんな感じとなっております。それではね、このモニターなんですけども、こんな感じでね、日本語表記があるんですよね。素晴らしいですね。で、この下のボタンを押すとペコッと外れて、まあ、外れてか取れちゃうんですね。こういう感じで楽しめるんですね。いや、これすごいですね。こんな感じで動くと思ってなかったんでちょっと驚きです。まあ、これだったら全然見やすいですよね。横にあるのよりもはるかに見やすいですよね。まあ、こんな感じとなっております。今ね、離陸してほんと5分ぐらいなんですけども、飲み物と、アーモンドが配られました。私はいつも通りトマトジュースをチョイスしています。せっかくなんでね、いただきたいと思います。アーモンドです。ちょっと塩気のあるね、アーモンドで美味しいです。
ます。ちょっとどの程度出てくるか全然わかんないんでね。ひとまずサクッと食べちゃいたいと思います。2品目が来ました。ライスとチキンですかね。いただきたいと思います。ではいただきます。チキンですね。すごい熱そう。辛みはいいんですけどね、自覚した時のまだ辛いまだ辛い辛い、うん、もう本当美味しいですよ。ちょっと辛いですけど、それではサクッと全部食べたいと思います。最後にデザートが来ました。これは何アイスなんですかね。アイスクリームをチョイスしましたけども、いただきたいと思います。バニラアイスに上にストロベリーソースみたいな。ストロベリーじゃないですね。わかんない。上にこの飴細工みたいなのが乗ってますね。おいしい。なんでしょうこれは、うん、美味しいっすわ。これ何ソースなんですかね。せっかくなんで全部食べちゃいます。
それではね、フルフラットにしました。こんな感じとなっております。で、このフルフラットはね、CA の方がやってくれますので、ガシートをどっちかというとこうこのままこうなるんじゃなくて反対側にベコってね、倒す感じでフルフラットになります。で、足元を見るとこんな感じとなっています。本当にね、私175センチぐらいあるんですけども、私でもね余裕で足を伸ばすことが可能です。これはいいですね。それでは、それではね、私も少し休ませさせていただきます。寝ます。着陸と同時に、ね、音楽が流れるという本当にユニークな演出、びっくりしました。それではね、飛行機が止まるまでしばらく待ちたいと思います。Welcome to Singapore. For your safety, you must remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. Also, be careful when opening the overhead lockers, as items can fall out.It's now safe for transmitting functions on your electronic devices to be turned on.
チャイニー国際空港に着きました、初めて、ね、ニュージーランド航空の、ビジネスクラス搭乗しましたけども面白かったですね。まあもちろんね、ANA シンガポール航空ターキッシュエアラインズのねビジネスクラスに比べると確かに狭いことは狭いんですけども、フルフラットには慣れますし、ちょっとね携帯を置く場所とかそういう場所が少ないんで、シートの間にね入らないようにそれだけ気をつけてください。私もエアポッツがね脇に入りそうになってちょっとヒヤヒヤしましたので、そういう注意点だけあります。それ以外特にね、ぐっすり寝れましたし、ちょっと神経質な方はね結構お隣さんが近いのと、反対側ね向かい合ってるんでちょっとね気になる方は気になっちゃうかもしれないですね。今回の動画は、ニュージーランド航空のビジネスクラスの動画でした。こちらでダイヤモンド修行、これもダイヤモンド修行中ですので、これからもねまだダイヤモンド修行まだ結構ありますんで楽しみにしていたら幸いです。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。私ブログツイッターもやってますんで、もし、チェックとフォローしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。